ちは、五島市議会議員の福江島からやってきました丸田貴明でございます。今日も朝一便で、渡らせていただきまして、鳴島南の方からずっと回って、丸田貴明講演会の、広報誌を配布して回ったわけでございます。なかなか毎月毎月とお伺いすることができませんが、9月の末に、閉会となりました9月の定例議会で、私がどのような質問をしたのかを中心に、今回の、講演会頼りには、書かせていただいておりますので、お配りな入ってましたら、ゆっくりと、読んでいただきたいなと思っております。なかなか市民の皆様方は、五島市議会の内部がどのようなことが行われているのか、関心がないと 思っております。それもそうだと私も理解しております。なぜなら、これまでやはり市議会議員が市民の皆様方に姿勢がこういうふうになってんだと問題提起を教えてあげない、それが一番の原因じゃなかろうかと思っております。私も昨年の3月に選挙に出させていただきまして、やっと、私も押し上げていただきまして、このように活動をさせていただいているわけでございます。本当になってみて分かりました。遊んでいる市会議員が本当に多すぎる。私も昨年3月から、年に4回そして今年に入って、3月6月9月と、合計7回の議会を体験させていただきまして、それぞれに議会初日から私一人意見を言わせていただいております。今回も最終日には議案として上がっておりました、先日行われました10月の19日16日に行われました長崎県のプロバスケットボールが五島市で初めて試合を行うんだという議案が上がっておりましたので、議会中ずっとこの部分に関しまして、調査をしてまいりました。おそらく市民の皆様方はどういった議案が毎回毎回議会の方に上提されているのか、もう気にならないと分かりません。気にしていただかないと分かりません。ただしこれを市民の皆様方に一つ一つ発信していくのが私たち市会議員の務めではないかと思うんでございます。なぜなら私たちは市民の皆様の代表として市政運営に携わっており、当然ながら行政が提出されるこの議案一つ一つを真剣に向き合って市民の代表として採決に臨むというわけでございます。先に触れましたプロバスケットボールのチームの長崎ベルカさんのこの、試合誘致の、費用がなんと2日間で300万円離島で開催するから経費が発生するから300万円を五島市は寄付するんだと支援するんだという本当にふざけた予算が上呈されていただくわけでございまして、議会の2日目よりずっと委員会そして最終日と私はこの予算だけには賛成できないときちんと意見を述べさせていただきましたが、何分何も考えない議員が多数いらっしゃいますので少数意見が通るわけないんです。これが民主主義なのかと、小さな意見ほどやはり真剣に考えていただいてそれで採決に臨んでいただきたいと私は他の17名の議員に呼びかけたのでありますが、私の思いも1名の議員にしか、伝わらなかったように思います。しかしこうやって一つ一つ市民の皆様方に問題を提起していく、これがまず一番大事なことではなかろうかと思うわけでございます。この部分の内容も本日お配りさせていただきました。